Today I'm at Rafters Gym in Obihiro in Hokkaido. Let's jump in. Konnichiwa, Hideaki-san. Konnichiwa. Genki desu? Genki desu yo.お久しぶり。お久しぶりですね。はい。どうぞ。ありがとう。Please introduce yourself and share what sparked your interest in martial arts. Hi. 帯広市のラフターズジムの水木と申します。ですね、格闘技に興味を持ったのは小さな頃からプロレスが大好きで、そのプロレスラーの中の好きな選手が、空手の選手っていうこともあって。まあ、空手にはずっと興味あったんですけど、20歳ぐらいにそうですね、帯広で、僕の親戚が、ジムをやり始めるということで20歳ぐらいから空手を始めて、で27歳ぐらいまでかな、20代後半、まあ、ちょっと何歳か覚えてないんですけど、そこまで極真空手をやってまして、でまあ20代後半ぐらいで、膝の怪我なんかがあってちょっと空手の方は遠ざかっちゃったんですが、それでもやっぱり格闘技は好きで、K1 だとか、プライドなんか見て、ずっと見てこう楽しんで格闘技はやりたいなとは思ってて、で、40歳ぐらいの時に横浜で、まあ、仕事で単身赴任で行ってたんですけど、そこで同じ職場でプロのキックボクサーがいて、そこでなんかこう彼と意気投合して、でそこの彼が所属している、キックボクシングのジムに行くようになってからまた、格闘技を再開するような感じになりました。それで、20代20代42、3歳ぐらいの時かな、帯広に帰ってきたんですが、キックボクシングをやるジムがなくて、それでまあないのであれば自分で作るしかないと思い、ジムを立ち上げました。はい。What is the guiding philosophy or mission of your gym? 使命と言っちゃうとちょっとなんかおこがましいかなと思うんですけど。帯広はもともとボクシングジムはあったんですが、まあ、あと、まあ、相撲とかあるのかな、あと空手、あと柔道とか合気道とか、多分そういう武道系はあるとは思うんですが、キックボクシングとか MMA だとかブラジリアン柔術っていう、こう、まあ、やってる方々はいたんでしょうけど、まあ、表に出てきてなかったっていうか、もっともっとこうそういうジムが表に出てきてもいいんじゃないかなと思って、で僕帰ってきた時にやっぱりやる場所がなかったので、だからまあ、自分の居場所っていうか格闘技をやる場所を作る。で僕みたいにこうやりたくても入っていけないような人って多分多くいるんじゃないかなと思って、でまあ、作ってやっぱ、まあ、使命っていうとちょっとまあ本当おこがましいんですけど、帯広に格闘技の文化を、作っていくっていうか、こうもっともっと始める人がこう気軽に始められるような土地にして、でどんどん格闘技人口を増やしていきたいなって思ってます。How would you describe your gym's community as something special? ですね、ラフターズジムに入会する方の、ほとんどが、初心者で、始める人がもう初めて格闘技をやる、格闘技に携わるっていう人たちがほとんどです。で、そういう人たちがやっぱりこう楽しく練習しやすいような練習強度だとか、そうですね、続けやすいような雰囲気っていうのにを心がけてジムを作ってます。What beginner-friendly programs does martial arts offer for those new to it? やっぱ格闘技の初心者の方っていうのは、やっぱ何がわからないのかわからない状況なのでまずは一番大事なのは怪我をしないことだと思うんです。怪我しちゃうと練習もできなくなっちゃうし、もうその競技が楽しくなくなっちゃうと思ってるので、例えばブラジリアン柔術であればタップ、速いタップと、決めに行くときはこう相手に怪我させないような配慮だとかっていうのがすごく重要だなと思うので、そういうところはもうすごくやっぱりあんまりにも我慢してる人見かけたりとかすると、やっぱ早くタップするんだよとかっていうような指導はしています。What initiatives do you take to ensure people of all fitness levels feel welcome at the gym and find a sense of belonging? ラフターズジムは女性も多く、会員さんとして通ってくれてるので、やっぱりそうなるとこう力の差だとか、あと、体重差だとかがすごく大きくなってくるというか、経験豊富な方と初心者の方でもまたこうレベルの差が様々あるんですけど、やっぱりさっき言ったように怪我をしないさせないことが重要かなと思います。あとフィジカルトレーニングなどでもやっぱり一番注意しているのは怪我のことで、体を鍛えてでそれを競技に生かそうとするんだけど、そもそもトレーニングで怪我をしてしまっては本末転倒なので、やっぱりそういうところ気をつけて指導してます。Could you share an example of how training at the gym has positively influenced an individual? 格闘技に限ったことじゃないんですが、やっぱり汗を流したりとかこう心拍数を上げたりっていうことはやっぱ健康面にも、メンタル面でもすごくいい影響が与えられると思うので、やっぱりまずはジムに来て汗を流す、みんなと一緒に汗を流すということが重要だと思います。What challenges have you faced in operating the gym, and how did you overcome them? ラフターズジムはボクシング、キックボクシング、ブラジリアン柔術、あとキッズのブラジリアン柔術、フィジカルクラス、ボディメイククラスと、多くのこうクラスがあるので、その中でやっぱ限られた場所でこう時間をうまいことこう組み合わせていくのがやっぱり大変で、ジムはやっぱ広いとはいえやはりこう人数が集まりやすいクラスだとかっていうのはどうしてもこう狭くなってきちゃうので、みんながこうできるだけこう満足できるようなクラス割りにしてるのがやっぱり大変です。How does your gym contribute to the local community in Obihiro? 帯広の地域社会にフィットネスラフターズジムがフィットネスとして貢献できているのであれば、これはすごく喜ばしいことだと思います。まだそこまでのジムじゃないのかなって自分では思ってますが、やっぱりそうですね、もっともっとこう格闘技やスポーツを通じて体を動かす人たちが増えてきてくれれば僕も嬉しいなと思います。もっともっと貢献したいと思います。Have there been any changes in local perspectives on health and fitness since the opening of the gym? ジム、始める前と始めた後で、特にそういう変化っていうのは僕の中の気持ちの変化っていうのはなくて、やっぱり好きな人たちが体を動かすのが好きな人たちが集まってきてるジムで、その会員さんたちの気持ちを大事にしながら運営していければなと思ってます。What are your future goals for the gym? やっぱさっきも言ったんですけど、帯広に今まで帯広になかった格闘技の種目の文化がやっぱ定着して、僕の代じゃちょっと厳しいかなとは思うんですけど、帯広からプロの選手が出てきてくれたらすごく嬉しいなと思います。今年の3月17日に、キッズ柔術の北海道選手権があります。キッズ柔術は去年の12月から始まったクラスなんですが、そこでも6名の選手が、出場することになってて、まずはそこに向けて今頑張っているところで、みんな怪我なくいい成績を収めて帰ってきてくれれば最高だと思ってます。Is there anything specific you're excited about regarding upcoming events or new programs? やっぱり近いイベントは、3月17日の、キッズ柔術と、あとは一番近いので言えば2月24日、来週ですね、来週の、関東選手権の柔術の試合があるので、そこでやっぱいい成績が残せれば最高だなと思います。What advice would you give to someone hesitant to start their fitness journey? 何か始めるときっていうのはやっぱりこう一歩を踏み出すのってすごく怖かったりとか、なんていうんですかね、未知のところに踏み入れるっていうのはすごいやっぱ僕も怖いなと思うんですけど、まずはやっぱり興味があったら僕に連絡いただいて、で最初はジムの様子を見に見学に来て、でちょっとやってみたいかなって思ったら今度は体験してみて、でちょっとやっぱ長く続けてみたいなと思ったら入会して、で入会してからもそんなもうガツンとこうなんていうんだろう、もうやるぞってやる気満々でやるんじゃなくて、もうジムに来てストレッチして帰るぐらいの気持ちで最初はいいと思います。長続きしない人っていうのは、特徴があって、やっぱ最初からやる気満々でガンガン練習するような人がやっぱり燃え尽きちゃって途中で来なくなるっていうことがあるので、もう無理にならない程度にジムに行きたいなと思った時だけ最初は来るような感じでも全然問題ないと思うので、まずは足を運ぶことが大事だと思います。What aspect of operating this gym do you find most rewarding? やっぱり一番は人とのつながり、コミュニティができるっていうことだと思ってて、ジムをやることによってしかし知り合えない人っていうのがかなり多いので、ルークさんとの出会いもまさしくそうで、僕からしたらもうすごく嬉しいことです。ありがとうございます。ありがとうございます。How has being a member of this gym's community personally impacted you? ですね、やっぱりいろんな人と接することによって僕の考え方がすごく柔軟になったというか、人の考えはもう様々でもいいし、いろんな考え方があっていいし、いろんなこうやり方があっていいと思っているので、そういった意味でやっぱり多くの人と接することによって僕自身が成長できたと思います。Have you or your students ever needed to use the self-defense skills learned in real-life situations? ですね、私の子供がやっぱ子供だから子供同士なのでこう喧嘩することがあったみたいで、殴られそうになった時に今習ってる柔術でこう抑え込んだというか制圧したっていう経験があるようなので、やっぱり護身術としても格闘技は習ってた方がいいのかなとは思います。でもうちの特に子供のキッズの生徒たちにはよく言うんですけど、ここで使った締め技だとか決め技、相手に怪我をさせるような技は絶対に使ってはいけないよっていうことは子どもたちには伝えています。でやっぱりそういうこういうなんていうんですかね、格闘技は護身にもすごく良いと思うので、女性だとか力のない人たちは特にやっぱ習っておいた方がいいんじゃないかなと思います。What are your thoughts on Japanese fighters in the current UFC? 日本人選手がやっぱり活躍するのはすごく喜ばしいことだと思います。でも日本のスポーツ全般に言えることだと思うんですが、やっぱ日本の風習というかスポーツの風習としてやっぱ一つの競技しか、やらないっていう、たくさんの競技やってる子どもたちも多いんですが、やっぱり一つの競技しかやらないっていうのはすごくもったいないと思ってて、いろんな競技をやることによってこうどこで才能の目が開花するのかわからないなって僕自身思っているので、たくさんの競技に携わってくれればこれからUFC で活躍できるような選手がどんどん出てくるんではないかなと思います。How do you think martial arts practitioners in Obihiro influence and inspire others? やっぱ日本と海外の違いといえば、やっぱフィジカルの強さがかなり重要なんじゃないかな。大谷選手だとか海外で活躍してる日本人選手を見ても分かるんですけど、やっぱりフィジカルがないと戦えないのがやっぱスポーツの世界だと思いますので、やっぱ小さい頃からこうやっぱいろんな競技に携わってどんどんフィジカル強化して、どうしても技術に頼りがちな部分が日本人特に多いと思うので、小さな頃からどんどん外遊びしたりだとか、例えば野球ともうサッカーもバスケットボールも格闘技もやるっていうようにしていけばこう、いろんなところで体が強くなっていって、で世界で活躍できる選手がもっと増えてくると思います。本当にありがとう、Hideakiさん。ありがとうございました。はい、ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。よし。If you enjoyed watching this video, I'm sure you will enjoy watching one of my other videos, which can be found here. Thank you for watching. Bye for now.